やはり炎症ががんを引き起こすってことはもう分かってるし、化学物質もそうだし、劣化した酸化したもの絶対に酸化は絞った途端から起こってるので、はい、佐藤式リンパケア考案者の佐藤です。今日はですね、日本人が知らずに取らされている病気を作る超危険な油についてお伝えしたいと思います。そんな危険な油があるんですか？危険な油ね、ありますね。だいたい日本人ってどれぐらいこの油取ってるんですか？年間4キロとか言われてて、ね、その油どうなっちゃうんですか？はい、その油取ると腎臓が悪くなったり生殖器が悪くなったり発がん性があるっていうふうに言われています。がんになるっていうのが分かってる油を、はい、私たち知らない間に知らない間にめっちゃ取ってて、トランス脂肪酸っていうのはすごく一時期問題になりまして、それに対しては最近はですね、対策が取られている。その代わりにこの油が取られてるって感じになってますね。もともと悪いって言われてた油の代替品みたいな感じで新しく出てきたのが、前からあるんですけども、とても安い油なのでちょっとダメだなって感じですね。トランス脂肪酸なんかも結構ひどくてですね、世界最大のハンバーグチェーンあるじゃないですか。アメリカではですね、トランス脂肪酸の表示が義務付けられてた。20年ぐらい前からもうトランス脂肪酸というのは取らなくなってたんですけども、なんと日本ではですね全然入っていて、日本のそのハンバーガーチェーンではトランス脂肪酸がいっぱい含んでる、でアメリカではないっていうような状況になってたってことですね。もうひどいですよ、舐められてますよね。本当に安いものっていうのにやっぱり行きがちなので、パーム油って言われるものですね。ヤシ油っていうふうに言われると健康的に思えるじゃないですか。ココナッツオイルを思い浮かべると思うんですけども、これは違ってココナッツはココナッツなんですけども、油ヤシっていうものがあって、これがですね、まあ、かなり良くないんですね。良くないのは森林も破壊するし、環境にも悪いし、めちゃくちゃ良くなくって、その中でですね 3MPCD エステルっていうのがあってですね、これがですね腎臓や生殖器に障害を与えるってことは分かっている。そんなもんが入っていたり、グリシドール脂肪酸エステルってのがあって、これも生成過程で出てくるものなんですけども、発がん性があるっていうふうに言われてて、これめちゃくちゃ多いんですよ。私たちはスーパーとかでパーム油って見たことないんですけど、はい、どういうふうに取られてるんですか？植物油って言ってコンビニなんか行くとほぼ入ってる、はい、植物油って入ってるのはほとんどそうなので、パーム油ほとんどそれを食べてるって形になります。油について前は上質な油オメガ3とか低温圧搾のオリーブオイル、スーパーのオリーブオイルではなくて低温圧搾の高級なオリーブオイルを少しだけ使いましょうっていうふうにずっと言ってたんですね。あとインカイーチオイルとかグリーンナッツオイルっていうのがあってですね、これは酸化しにくいっていうので割と進めていたんですけども、よくよく考えてみればわざわざ絞った油を取らなくても普通にピーナッツ食ってればいいって話ですね。我々は魚食べても油出てくるし、だいたい日本人って焼料理っていうのは串か網なんですよ。もともと焼くのは串か網だから油は逆に落ちるですね。あとは蒸し物ですね、ご飯を炊くとかそういったことで食事しているんであって、油なんて使わなくていいって話ですね。油を油で取る必要がないんですよ。そう、油を食べる必要がないんですよ。何かを炒めるってことは日本人はやらなくてよくって、植物性の油を取る、動物性の油も含めてなんですけども、そういう油耐性がやっぱり良くなくって、良くない油が結局分解されると肺から出てくるんですよね。それで肺腺がんが増えてるって話もあってですね、実際にタバコの喫煙でですね、肺がんはめちゃくちゃ減ってるのに肺腺がんめちゃめちゃ増えてるんですよ。これはなんでかって言ったら、やっぱり油のせいがあるんじゃないのかなっていう、アセトンって形になって分解されたりしますね。肺から出てくる、そこに何かしらの我々は炎症を起こして、炎症ががんの原因になるんですよ。だから炎症の原因になる劣化する可能性がある、もしくはほとんどの油は抽出、例えば大豆油だったら中の豆乳なんかを絞った後のものを実はベンジンですね、石油で溶かしてそこから油抽出してる。魚も内臓なんか取って魚オイルとかあるんですよ。ほとんどの場合がベンジンですよ。ベンジンで溶かしてベンジンを揮発させてるから絶対残ってるはずなんですよ、化学物質がね。石油の成分が残ってるようなものが、それが炎症の原因になって、そもそも炎症を作るものが油なので、油が炎症
炎症を作るアラキドン酸って言うんですけども、リノール酸が分解されて炎症物質を作っていますので、油が我々ごまから取ればいい、ごま油だったら絞って劣化するものを使わなくてもごま油だったらごまから取れって話で、ね、そう、大豆油だったら大豆から取ればいいし、コーン油だったらコーンから取ればいいし、普通に足りてるのにそれが油が過剰になって、その過剰な油に化学物質が混ぜられて、混ぜられたものは劣化して、劣化したものが私たちの体から蒸発したり、4キロも食べてるわけですから、そんな蒸発したりそういうことがあることによって我々ががんになってくって可能性が非常に高いので、我々日本人というのは年齢が高くなってくれば当然のように他の病気を少し抑えられればがんっていうのは増えてきはしますけれども、やはり炎症ががんを引き起こすってことはもう分かってるし、化学物質もそうだし、劣化した酸化したもの絶対に酸化は絞った途端から起こってるので、ボトリングされてる油あれ全部もう酸化してるっていう、はい、酸化は起こってますよね、絶対に酸化は起こってる、時間が経てばどん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 酸化してるので、できるだけ日本食っていうのが、天ぷらっていうのは日本食じゃないんで、それは明治時代によそから入ってきたもので外来のものですよ、あんなものはカステラみたいなもんなんで天ぷらとかいうのはそういうものなので、そうじゃなくって日本食っていうちゃんとした煮物、焼き物、焼き物っていうのは網か串ですね、そして普通に納豆とか豆腐とか食べてればそれで OK なので、煮物で OK なので、そういったものを取らないようにするっていうことで、必須脂肪酸ですから油はね、だから取らなきゃいけないんですけども、液体で取る必要はなくって、前はですよ、良質な高い油を買ってきて最小限作ってそういったのも飲んでもいいでしょってことを言ってたんだけど、ドレッシングもねお酢だけでいいじゃないですか、バルサミコの高級なやつチュ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 ってかけて塩と胡椒だけで全然 OK だと思いますので、わざわざ油は取る必要がないなっていうのは最近の見解です。知らない間に取らされて病気になれたくなかったら、ボトリングされた油を捨てることそうですね、特に安物は捨ててください。使わないと思うんだったら結構最高級のものを買えますので、それも最近はいらないんじゃないかなっていうふうに思っています。焼き物焼かなければフッ素の問題もなくなるわけですよ。フライパンのフッ素の問題もなくなりますから、フライパンで使うっていうのを禁止するんじゃなくて、できるだけ避けるってことが一番大切になりますから、控えるですね、禁止ではなくて控えて影響をなくしていくってことが一番大切になると思いますので、私たちはとにかく油をちゃんとするってことと、もう一つは排泄をうまくいかないとこれもうまくいきませんので、排泄するように体をよく動かすとかケアしていただくってことによって健康に手入れして大切に使っていきましょうってことですね。はい、今日の動画いかがだったでしょうか。今日の動画ね、良かったなと思ったら高評価ボタン、それからですね、ご質問やご意見ご感想などありましたらコメント欄の方によろしくお願いします。そしてですね、チャンネル登録がまだの方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。